はい、皆さんこんにちは、フラワーティストシノです、今月号の How to do は見物を入れたアレンジメントということで、まあ見物をね中心にアレンジしていこうと思ったんですけれども、ちょっとねかっこいい石化ゲートが手に入ったんですね、なのでこのかっこいいこれなんですけど、このかっこいい石化ゲートを入れたアレンジメントっていうか、この石化ゲートを入れた見物のアレンジメントを作っていきたいと思います。器はねこちらですね、では早速いってみましょう。どうぞ。はい、まず最初にこの石化ゲートですね、このでっかいこれゲートなんです、石化ゲートを刺していきます。はい、こちら石化ゲートが入りました。はい、次にこのピンクのセダムをアレンジに入れていきます。このセダムはマスで入れていきます。はい、こちらピンクの、ね、セダムが入り終わりました。はい、では次にこの、ね、ヒペリカムのグリーンをアレンジに入れていきます。ある程度ね、こう身を短くしてマッセ入れていくのが入れやすい方法ですね。はい、こちらグリーンのヒペリカムが入りました。はい、次にこのシンフォリカリフォスをアレンジに入れていきます。はい、この白いシンフォリカリフォスですね、シンフォリカリフォスの実が入りました。はい、次にこのね黄色い唐辛子をアレンジメントに入れていきます。はい、こちらこの黄色いね唐辛子が入りました。はい、次にこの小山牧地をアレンジメントに入れていきます。はい、こちらで小山牧地が入りました。次にこのベアグラスですね、この細いベアグラスを入れていきます。はい、ではねここでちょっとこうベアグラスのこう止め方ですね、止め方を教えます、ここのこのベアグラスの先っぽあるじゃないですか、こうやってでこれをこういうちょっと出た花材ありますよね、この出た花材のところにこういうふうにして見えますか？見えないですよね。ちょっとこう結びます。結ぶとこうくるっと、これも結んであるんですけど、くるっとしたところで止まりますね。ベアグラスそのまんまだとこうプラーンとした感じになっちゃうんですけど、そうするとねこうよれた感じが出ないんですよ。だからこのよれた感じを出すには、このように結んで、まあ、結んでから例えばこの後ろ側のこの葉っぱですね。葉っぱの根元をこう刺すといろんなこう形に変化させることができます、これをよく覚えておいてください。ここ重要です。はい、こちらでベアグラスが全部入りましたね、こちらでこちらのアレンジメントは完成となります。では正面から見てみましょう。どうぞ。はい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。まあ、今回ねこう見物を使ったアレンジメントっていうことだったんですけれども、割とこの系統が主役になってます。まあねこういうこともあります。まあ、ただねこれすごくかっこいいんで皆さんもぜひ真似してみてください。では今月の How to 動画をこちらで終わりにしたいと思います。また次回お会いしましょう。 See you next time.